ハスラー・ホイットニーは、アメリカ合衆国の数学者である。得意点理論の創設者の一人であり、多様体、埋め込み、はめ込み、特性類、幾何学的積分論において、基本的な業績を残した。ホイットニーは、ニューヨークシティに1907年3月23日に、生まれた。父親であるエドワード・ボールドウィン・ホイットニーは、最初の地区ニューヨーク州行為裁判所の判事だった。 母親である A、ジョジー・ファニューコム・ホイットニーは、芸術家で、政治に活動的だった。父方の祖父は、ウィリアム・ドワイト・ホイットニーで、イエール大学の古代語の教授で、言語学者で、サンスクリットの研究者だった。ホイットニーは、コネティカット州知事で、上院議員のロジャー・シャーマン・ボールドウィンの孫であり、アメリカの生みの親であるロジャー・シャーマンのヤシャだった。母方の祖父母は、 天文学者で、数学者であるサイモン・ニューカムと、海岸調査の最初の監督者であった、フェルディナンドルドルフ・ハスラーの孫娘である、メアリー・ハスラー・ニューコムだった。おじであるジョサイア・ホイットニーは、ホイットニーさんを調査した最初の人である。ホイットニーは3度結婚した。最初の妻は、マーガレット・アール・ハウエルで1930年5月30日に結婚した。 三人の子供ができ、ジェームズ・ニューコムとキャロルとマリアンという名だった。最初の離婚後、1955年1月16日、メアリー・バーネット・ガーフィールドと結婚した。二人の娘、サラ・ニューコムとエミリー・バール・ドーインができた。最後に、ホイットニーは二番目の妻と離婚し、1986年2月8日に、バーバラ・フロイド・オースターマンと結婚した。 ホイットニーと最初の妻であるマーガレットは1939年ニューイングランドの現代建築の歴史に影響を与える革新的な決定をした。この時、二人は建築家エドウィン・ビー・グーデル・ジュニアにマサチューセッツ州ウェストンの家族のための新居を設計するよう依頼した。二人はグーデルにより数年前に設計された別の国際的な様式の住居の隣に リチャードそしてカロラインフィールドの設計した歴史上重要な道路上の岩が多い丘の中原の敷地を購入した。当時珍しい建築だった平らな屋根、同じ高さの木材の羽目、橋の窓などの際だった特徴によりホイットニーハウスはまたその地域で想像力豊かであるとの反応を受けた。住居はメインの住居空間を南の太陽と美しい眺めが見渡せる窓を伴う 地上階に据え置いた。ホイットニーハウスは今日でもフィールドハウスと共に残っており、最初の建設から75年以上経っている。二つの家は歴史上有名なサドベリーロードエリアに貢献した構造物である。ザ・ホイットニー、ギルマン・リジオン・カノン・マウンテン人生を通して、ホイットニーは二つの趣味に没頭した。それは音楽と登山である。バイオリンとビエラの熟達した。 演奏家として、ホイットニーは、プリンストンムシカル・アマチュアズと共に演奏した。ホイットニーは1日おきに6から12マイル、外で習慣として走った。学部生の時、いとこである、ブラッドレイ・ギルマンと共に、ホイットニーは1929年、ニューハンプシャー州のキャノンマウンテンの、ホイットニー・ギルマンセの初の登場を成し遂げた。それは、東部の最も困難で、 最も有名なロッククライムであった。ホイットニーはスイスアルペン協会とイエール登山協会の会員でスイスの山の頂上を最も踏破した人物だった死去3度目の結婚から3年後である1989年5月10日。ホイットニーはプリンストンで発作の後死去した。ホイットニーの願いに従ってホイットニーは スイスの電圧ブラッチェスの頂上で灰が巻かれた。数学者でスイスアルペンクラブの会員であったオスカー・ビュルレと共に1989年8月20日に埋葬された。ホイットニーはイエール大学に入学し、1928年に物理学の学士号を、1929年に音楽の学士号を各々取得した。1932年、 ハーバード大学で数学の博士号を取得した。博士論文はザカラーリング・オブ・グラフスであり、ジョージ・デビット・バーコフの指導下で書かれた。ハーバードで、バーコフはまた、1930年から1931年の期間の講師、そして1934年から1935年の期間の助教授としての職をホイットニーに与えた。後に以下のような職を務めてきた。 1931年から33年まで、数学の NRC フェロー、1935年から40年まで、助教授、1940年から46年まで、准教授、1946年から52年まで、教授、1952年から77年まで、プリンストン高等研究所の教授、1977年から89年まで、名誉教授、 1953年から56年まで、アメリカ国立科学財団の数学の議長。1957年、コレージドフランスの交換教授。1966年から67年まで、全米研究評議会の数理科学研究の支援を、するキネミーン。1979年から82年まで、国際数学教育委員会の議長。 1943年から45年まで合衆国防衛研究委員会の研究数学者、そして数学学校の構築者、ホイットニーは米国科学アカデミーの会員だった。1946年アメリカ数学会の学会講師、1948年から50年まで副会長、 1944年から49年まで、アメリカ数学ジャーナルの編集者。1949年から54年まで、マセマティカル・リベスの編集者。1946年から51年まで、委員会講義議長。1953年から54年まで、アメリカ数学界の委員会書き講師であった。1947年、ホイットニーは、 アメリカ哲学協会に選出され、会員となった。1969年、ザマスマティックスオブフィジカルク h ンテティスの2つのパートから、なる論文に対して、レスター・アール・フォード賞を授与された。1976年、アメリカ国家科学賞を授与された。1980年、ロンドン数学会の名誉会員に選出された。1983年、ウルフ財団から、 ウルフ賞数学部門を受賞し、最後に1985年アメリカ数学会からスティール賞を受賞した。1930年から1933年までのホイットニーの初期の業績はグラフ理論に関するものである。貢献の多くはグラフ彩色そしてホイットニーの得たいくつかの結果に依存する四色問題の最終的なコンピュータ支援による解放である。 グラフ理論に関する業績は、マトロイドの基礎を据えた1933年の論文で最高点に達した。マトロイドは、1930年代半ばに、ホイットニーと B.L. ファンデルベルデンにより独立に導入された現代、組み合わせ論と表現論の基礎概念である。この論文で、ホイットニーは、グラフのマトロイド M についてのいろいろな定理を証明した。その一つの定理である、 現在、ホイットニーの二同型定理と呼ばれているものの、原名は以下である。G と H が孤立した頂点を持たないグラフであると、すると、G と H が二同型であるとき、そのときに限り、M と M は、グラフ同型である。ホイットニーの関数の幾何学的性質への修正の、関心はまた、この頃から始まった。このテーマに関する初期の業績は、N の閉じた。 部分集合上で定義された関数をある滑らかな性質を持ったすべての n 上の関数へ拡張できる可能性についてのものであるこの問題に対する完全な解法はチャールズフェファーマンにより2005年にようやく見出された1936年の論文ではクラス C r の滑らかな多様体の定義を与え r の十分高い値に対して次元 n の滑らかな多様体は 2n プラス1に埋め込まれ、2n にはめ込まれる可能性があることを証明した。1944年、ホイットニーは、方用空間の次元を1だけ減らそうとし、ホイットニートリックとして知られるようになった技術により、n2 を与えた。この基本的な結果は、我々が望むように、多様体は内在的にあるいは外在的に扱える可能性があることを示している。 内在的な定義は、オズワルド・ベブレント JHC ホワイトヘッドの業績より、わずかに数年早く発表された。これらの定理は、埋め込み、はめ込みとスムージングの、さらにより洗練された研究に対する道を開いた。ホイットニーは、1930年代後半に、現れた概念であるコホモロジー理論と特性類の主要な開発者の一人で、 代数トポロジーに対するホイットニーの業績は1940年代まで続いた。ホイットニーはまた1940年代に関数の研究に戻り、10年前に定式化された拡張問題に関する仕事を続け、ローラン・シュバルツの1948年の論文、On Ideals of Differential Functions における問題に答えた。 1950年代を通して、ホイットニーは得意空間のトポロジーと滑らかな写像の得意点に、ほとんどユニークな関心を抱いた。単体副体の概念にさえ案に含まれている、ある古いアイデアは、得意空間をそれを滑らかなピースに分解して、研究することだった。ホイットニーは、この定義において鋭い洞察力を発揮した、最初の人であり、ホイットニーが、 A と B と呼び、現在では、ホイットニーの条件として呼ばれる条件を、より、創価は満たさなければならないことを指摘した。1960年代のルネトムとジョン・マザーの業績により、これらの条件は、創価空間のとても強固な定義を与えることが示された。後に、ルネトムの卓越した業績となる、滑らかな写像の低次元における得意点はまた、 最初、ホイットニーにより研究された。著書、ジオメトリックインテグレーションセオリーで、ホイットニーは、境界上の特異点に応用される、ストークスの定理に対して、理論的基礎を与えた。あと、その話題に関するホイットニーの業績は、ジェニー・ハリソンの研究を刺激した。ホイットニーの業績のこれらの側面は振り返ってみると、特異点理論の一般的な発展により統一化されたように見える。 ホイットニーの純粋にトポロジーにおける業績は、より早く数学の主流に導く。若者への教育1967年、ホイットニーは教育、特に初等学校水準のプログラムにフルタイムで関わった。ホイットニーは教室で数学を教えることと数学の教育の観察に、多くの年数を費やした。7年生の教室で大数の全段階の数学を、 教えることに4ヶ月を費やし、教師のための書きコースを指揮した。ホイットニーは、アメリカ合衆国と海外でそのテーマに関して、講義をするために広く、世界を回った。ホイットニーは、若者が数学を忌避すると思えた、数学の心配を取り除くことを目指して働いた。ホイットニーは、生徒に、数学の決まった手順を記憶させることではなく、 数学の内容が生徒自身の生活と関連していることを教えるというアイデアを広げた。ホイットにマイナスは8十人の著作物を発刊した。以下はその一部である。ありがとうございます。